いてたね。全然覚えてないです。そこで今日は怖くても笑顔選手権。アイドルは常に笑顔を。笑顔よ笑顔。何が起こっても笑顔です。喋らない。はい、まだテスト中です。常に笑顔、カメラを見て笑顔を見てください。笑顔笑顔お前ら逃げない。頑張ってくれ。収録多少パニックになっております。恐怖の中で戦うドライバーはとてもたくましいのよ。何が起こっても笑顔で。またはい、はい、先生ありがとう。こんなことされて笑顔なんかできねえぞ。そう。さあ一番出走は小野ののかです。美人すぎる売り子と呼ばれ、東京ドームでかつてビールを売っていた彼女。大声には期待が持てます。さあまずは小野スポーツ新聞を手に。まずいじゃんこういうこと言ってた。おっとまさかの衝撃事実がこんなところで発覚。ねえねさんかっこいいですよね。誰僕ですよ。ちょっとね、どこが誰なんですか。全体的に。なんじゃそれ。全体的に記者が入ってきました。やばこれ、これあら必要に井上をディスる小野ののか。さあここで小野がいよいよ一人きりになります。何も知らずスポーツ新聞を広げたところで参ります。ザ・出走デシベルだよね。出た出た出た出ましたね。何あれ。え、面白い。これは怖いよ。怖いよ。何だよ。出た出た。出てんね。117は出てるよ。どれくらいなんだろう。すごいよ。大きい方ですか。大きいよ。ただいまの記録117デシベルです。どのぐらいアイドルの方が驚くのかっていうのを競うドッキリです。あードッキリですか。ありがとうございます。びっくりしました。ありがとうございます。続いて2番出走、桃地こと嗣永桃子の登場です。今日もバッチリツインテールで決めています。桃地がちょっと分かんないな。お願いします。おっとこの動きは部屋中を見渡しています。桃地あるいはどういう動きに気がついてしまったのか。どうか。いや大丈夫です。そういうことだ。他のアイドルを褒めつつ、しかし桃地髪型を気にしています。これ発見すると失格ですからね。発見すると失格です。さあここで桃地一人きり、雑誌を読むのか。いや前髪気にしています。大差ねえよその前髪。ようやく雑誌を手に取りました。今話題のアイドル橋本環奈さんが表紙の雑誌。桃地何を思う。
センチぐらい。さあ、そろそろ参りましょう。ザ・出走。ももち、出しての声、声出して、声出して。芯が当たってましたもんね。怖い怖い。見てましたけど、橋本環奈さんちょっと気になります。ちょっと待って、そこ、そこ見ないさんですか。いや、実際にこの間橋本環奈ちゃんに。